ースポケット。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。カブラヤ王ガチャ、テスコガニガチャもあります。おっと、 SSR いきなり来る。おお、カブラヤ王自身を獲得。これは SSR では初ですね。スーパークリックはさっきやったんで、こちらはダメですね。オレンジピール。レイガチャ。前走が、WBC ターフでしたが、これは大きく離されても3着と敗れ去りましたね。これはもうこれではいけないんで立て直しを図ります。宝塚記念に今回は出します。5月4週か。やったね、ありがとうございます。5月を5週、6月を1週に戻します。さあ、頑張っていこう。一応出走でもう宝塚記念に登録しておきましょう。天皇賞とか面白いんですけどね。お、結構いい馬乗ってんな。スペシャルウィークの年か。岡部さんでいきましょう。さあ、頑張っていこう。もう一回。ラッキー話きた。一応奉納もしときましょう。クエスト達成、やったね。さ、頑張っていこう。さすがにある程度は戻したい。疲労回復。嬉しいか。よしよし。さ、頑張っていこう。おすすめはダートですね。気合十分だね。お、嬉しいか。これでプラス4キロ、あと2周ですね。さ、頑張っていこう。
。お、いいじゃないの。お、嬉しいか。よしよし。今週はレースがあるよ。さ、頑張っていこう。なんでしょうね。お、成長促進ビールもあります。いい感じだね。大根。はい、何です？バタージュを調整バッチリです。さあ、引退前67周、まだまだ半分以上ありますね。本格化させたい。お、一番人気。1.2倍、圧倒的ですね。そういな、スペシャルウィーク、グラスワンダー、キングヘイロー、ステイゴールドらが出て、この人気ってのはすごいです。うん、まあ実績はすごいありますからね。はい、というわけでですね、カタオビンティ宝塚記念出走です。緑の夢のステージです。春の総決算宝塚記念、いよいよスタートです。真っ青な緑の絨毯を踏んで12頭が飛び出しました。1番ステイゴールド、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。先頭に立つのは何か、飛行機雲がかわしていきました。そして2番手に末広コマンダーであります西野大王、スペシャルウィークがそのうちにいます。そして外からはインターフラッグ、ローゼンカバリー、そのうちグラスワンダー、黄色い帽子にご注目ください。これが一番人気のカタノビッティであります。外を通って7番、待ちかね服来たる、内から1頭キングヘイロー、大隅ブライト、それからもう1頭ステイゴールド。さあ先頭の方はどうなっているか。先頭行くのは飛行機雲、5馬身リード。さあ向こう流しに入りました。この辺りちょっと離れている8番末広コマンダー、西野大王、スペシャルウィーク。そしてその後ろから10番インターフラッグ、グラスワンダー、ローゼンカバリーが並んでいます。まもなく第3コーナー、注目のカタノビッティと岡部騎手、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。そしてそのうちにキングヘイロー、その外からは待ちかね服来たる、そしてその後ろから大隅ブライト、そのうちに1番ステイゴールド。飛行機雲がレースを引っ張るようになりました。それから離されまして8番末広コマンダー。ちょっと下がっていってるが、さあ問題は直線、問題は直線356メートルであります。上がってきた。高野美、直線伸びてくるのかどうか。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。内を飛んだ竹豊とスペシャルウィークが、それ以上に片尾美の末脚がスペシャルウィークが合わせた。高野美って懸命に追った。外から高野美って、泳がないか。レースになりました。スペシャルウィーク高野美話題があったところ、強敵、やっぱりスペシャルウィーク強かった。一流馬です。気を取り直して次行こう。ここ来たのが3着か。1着、3番、2着、5番。ちょっと悔しいですね、スペシャルウィークに勝てなかったのは。3着7番、
ースから帰ってきたね。クエスト達成、やったね。いい仕上がりだね。体重戻しきれなかったね。はい、何です？ということで、少し、はい、何です？残念な結果になってしまったなと思います。教員適正としてはぴったりなんですけどね。キングジョージださ、頑張っていこう。はい、というわけで、はい、何です？高塚記念は2着に終わりました。体重もかなり減ったので、立て直して次走と行きたいと思います。次走は何がいいんだろう。レーシングプログラム、キングジョージは結構なんで、ムーランドロン賞は短いんで、凱旋門賞かな。そうですね、そちらに行ってみたいと思います。ぜひ次回もご注目お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。